さ、こっからお茶で着くまでさ、時間かかるじゃない。宣伝、はい。海鮮丼のサマサさんかな。すごいね、ネットで調べたらここしかないと思って、美味しそうやって。ここに決めたよ。いくら丼あるかな。いっぱい食べようね。昼ご飯です。はい、いくら丼、そう。いくら丼ね。トアの代わりに耳根が支払いします。そうです。はい。いくら丼。はい。楽しみです。メニュー見てー。やばい。ボユさん、ボユさん一押し何？一押しは、うん、はい。どこだどこだ。これ。あ、すごい。これも気になる。なんて読む？すごい。ボユさんこれ一押し。サマサですか？サマサさん。うわーすごいわ。トッピングが。いくらだけしか持ってないくらいの？すごい。シラスある。いくら丼。ありがとう。あのななちゃんが。もう。いや私はですね。これじゃない。これ行きましょう。特選。どれ？サマサ。どれ？特選サマサ。これ？すごい。いくらだけ。お兄さんもすごい。いくら丼。あ、聞いたらいいよ。いくらだけ。ちょ、私が食べたいのめっちゃ高いけどいい。いいよ。何これ、ビーズやしめっちゃいい。マグロや。これ。ウニあるやん。めっちゃ。中トロとウニといくら、最強じゃない。リュウちゃん。あれ石焼きなんだよ。これ石焼きめっちゃいい。そう。メンタチーズいいやん。これ行こう。めっちゃいいやん。それ。これサーモン丼や。私その倍ぐらいするけどいい。刺身ある。じゃあ俺2人前食っていいかな。じゃあ私刺身にしようかな。なんか丼っていう字慣れてないけどいくら丼の丼とか知ってる？丼っていう丼しかないんだ。よし。どうする？じゃあ注文して。定食はこっちや。食事が来たら取りますね毎回。あっちこっち。こちらがはい。お熱いのでお気をつけください。はい。なんて？富士山サーモンの山かけチーズ丼。絶対チーズ丼。絶対違った今のは。シルバーのスプーンでよくかき混ぜて召し上がって。これ見てこれ。美味しそう。いいね。これでよくかき混ぜて。はい。いっちゃっていいのこれ。カンニ。カンニ。こう混ぜるんやんな。うん。ビビンバみたいな感じ。うわー美味しそう。ゴリラカニになる。飯テロ。サーモン。サーモン。サーモン。なんかココアがカニ食べたらゴリラカニになる。ゴリラカニの味噌汁見て。もうそう。ゴリラカニさんやん。ゴリラカニさんやん。めっちゃ美味しそう。こんな感じでいいやんな。うん。わ、やばい。焦げ。美味しそう。めっちゃうまそう。なに？チーズよ、ほんで。チーズ。やば。それで見とうだけで酒進むんやけど。で、もう一個頼んだん何やった？は、ネギトロ。ネギトロ丼。これ見とうだけで酒進む。え？同じぐらい？楽しみやな、ナナも。なあ、何が来る？いくら丼。すぐ来るかな？あ、ありがとう。お、次は？マグロとサーモン丼で、ここらやん。ミニやな。ミニやな。はい。こちらいくらなんです。おー、あ、いくら丼になった。おー、あ、サーモンちょうだい。お箸で大丈夫ですか。はい。これ倍になってるやつやね。はい。すごい。ズームズーム。ちょっと待って、待てよ。カメラちょっとセットさせて。はい。なんでよ。あー、今いいよ。いける。ナナ、はい、ティーンに送るわ。じゃあ、トアに送るわ。はい、チーズ。これね。はい。はい。いいなぁ。動画、見せ。動画。おー、最高。サーモン食べる。いいねぇ。食べてもいい？ここいただきます。ここ醤油めっちゃ出る。おサーモンはリュウちゃんにあげるの？あげる。ココロサーモンもらわん？うま？これやばい。次来たよ。はい。こちらラムにいくら中トロ丼です。はい。
はい、私や。キャーン、美味しそう。やばい。卵が乗ってなかったので、その方が ありがとう。ありがとうございます。はい。上だけもらっていいですか？はい、見て。味噌汁を。見てこれ。めっちゃうまい。写真撮ったこ。美味しい。よかったね。夏目さんの味です。おはい、いいの味。うん、私もアジあるよ。ほら。やばい、これ本音さ、めっちゃうまい。マジ？やばい、びっくりした。ほんまにうまかった。まず醤油の格が違う。格が違う。醤油の格が違う。美味しいな。っていうか匂いがもう全部これ。すごい。やめて。ナナなんかおかわり言いそうで怖いねんけど。おかわり言うで。ナナさんをもらうで。うん、私いいね。私はこうやって飯テロしとくわ。これでサムネがいいかな。ほら最強。やばー。イエーイ、おいしそう。結局普通にしか上だけ食べたら。こっちもカニかい。中身食えるんかどうか。私からのがごっついで。マスター、セイ様さんなんで。はい。で、テンちゃんおすすめの。深海丼です。おお。深海丼。え、やば。これ何ていう魚？魚説明します。手前から金目鯛、釜揚げ桜エビ。で後ろが油坊主。油坊主。はい、で隣の端のがメギス。メギス。はい。で上のが全部夢カサゴで。ほとんど食べたことない魚や。はい、でエビが深海本エビです。カサゴが姿になってる部分は素揚げで後でお召し上がりいただけるので。これを。はい。ご希望でしたらまた、はい、声かけてください。ありがとうございます。で白子で津軽でお待ちしてます。すごい。おすすめしてもらってよかったなこれ。うん。目につかんかったもん。本当ですか。はい、ありがとうございます。以上で。すごい。はい。お揃いですかね。はい。はい。失礼します。ありがとうございます。今全部聞いたけど。待って、お姉さんの。お姉さんの。やば。やば。やばーい。飯テロすぎる。今日もうお前顔とろけすぎやった。写真も撮ってあげるわ。はい、チーズ。はい。いただきます。やば。ノアノアがいっぱい食べてるよ。やっぱなんかなくなるよ。おかわりいいでな。いるでな。すごいです。これはやばい。私も写真撮りたいからちょっとメステルはこの辺でおしまいにします。ナちゃん、何か言いましたか？おかわり。おかわり。そんなに良かった。そんなに良かった。やばい。これはやばい。やばい。腹いっぱいだれる。帰りの車寝る。もう爆睡やな。絶対昼寝するわ。私もそれでは携帯置いていただきます。食べるとこ落ちしとくよ。こっちかい。豪やからさ。で干物が有名なのよ、うん、でこのアジな。なあ、アジ食べてみ。わかんない。一口な。うまい。深海魚どうなの。アジうまいって。これ問題ちょっとザーッとかけてたの。どうやろ。どっちでも。これ取れちゃう。いや俺言っちゃう。美味しいなら何でも食べるね。ウニ食べた？まだ。とろけるで。あく。ほんで生ビールが合うこと。映ってる。言わんときや。映ってないよ。生ビールが合う。マグロうまい。あー、映った。いつ食ってみよう。うまい。嫌だね。嫌だね。ナナいくらを食べるの。ナナ塩の何味食べんねんの。ママちゃん食べたことない。嘘。めっちゃうまい。美味しい。うん、どう。え？いや、私チーズ。どうなん？肉。肉。ごめん。弾力が。ちょっと魚通のあなた食べて。いや、通やけど。これ食べてみ。マジで。ママ通だけに。おい、耳ね。うん。ちょっとほんまにびっくりするか。マジで。えっていう。耳通だけに。マジでえっていう。ちょっといただきます。ちょっとこれリアクション困るぞ。うん、うまい。やろ。魚違うやろ。
違う。わかる？え、何これ？肉で、あの油が溶ける上等な肉あるやん。あの肉。そうなん。で、弾力がある。うん、めっちゃ溶けんねんけど。で、ある意味トロやな。ある意味すげえ、これすごい。すごい。え、ほんで肉の味すんねんけど。いくらがプリプリやねんけど。やばいね。俺も完食したのか。え、あなたまたこれあるやん。すごい。もうそれかけちゃった私。深海セットってやば。うん。もう晩ご飯はマックでいいです。うん、こんな美味しいウニ久しぶりに食べた。ほど大概食べられてしまった。うわ、めっちゃめっちゃだしでとカニの。マジ？めちゃアサリもかな。うま。赤だしいいね。うん、いや、ここのタイミングにもう一泊して明日の朝ここで買った。おいしい。え、でもここ選んで正解やった。うん、海鮮丼で調べたら一番に上がってきた。そうなんや。うん、でも速攻電話してあれしたやん。うわ、飲んでよかった。でもやっぱ人気だよな。うん、並んでたもんな。うまい。ごちそうさまでした。いや、ここめっちゃ綺麗に食った。ご飯粒1個残ったの、醤油飲んだ、飲むな。そう、この辺で来た。はい、2杯目これ1回下げてもらいます追加の勉強。あ、すいません。あ、そういうママにしてもらう。あ、そうそう、うまいね。なんかカリッとした骨っぽい。バクバク食べるところ動画撮っとく。うん、そんな楽くやるか。2杯目やね。あんたえぐ。2杯目やね。あ、2杯目ですの写真撮っとこう。はい、なんか2杯目ですの2して2、2杯目。はい、じゃあ俺はネギトロいきます。2杯目です。こちらに1個目、うん、お前クソも食うと終わるぞ。もうこっち見てんですよ。うまっ。え、うまっ。そう、あのよくお君とかした時に残る中落ちのとこあるの。うまっ。え、ネギトロのトロはとろけるのトロです。やば。サーモン、まあ、耳、サーモン、耳、サーモン、耳、うん、いいもらって、うん、えぐいで食って、うん、えぐいちゃん、醤油ちょうだい。ごめん、ないかもしれない。ないだってオイルあれが大事だ。うまっ。ナナが食べれるのかな。焼く魚、うん、ナナ念願のイクラ。よかったね。動画でちょっと時に食べたよって言う。そう、食べたで。なんか苦労の代わりやんだ。めっちゃ甘いで。でも耳ねえが請求書をくれるそうね。ふくろよりいくらの2杯やったら高いかもしれない。高いな。本当にめっちゃ長いでこの動画。ほんまや。幸せ。いただきます。もう芋を食ってる。さあ、うちだけを見とる方からさ、うん、外食多いですねってちょっとコメントくんでてさ、うん、あの釣り三昧を見てくださったら分かるよね。分かるね。ほとんどうちや。そうやね。なんで。いや、私が料理をせえへんからさ、料理系の動画が出へんや。あ、他の方と比べたらそうなるよね。映ってる。映ってる。ごちそうでした。早っ。お腹いっぱい。え、何この味、何干物。干物。え、なんでこんな脂乗っとん。めっちゃうまい、干物。どう、私も干物買って帰ろう。え、あるやろ。うん、
いや、たまらん、うまい。深海最高。よかったね、おすすめしてもらって。そう、店員さんに選んでもらったもんね。来るまでわからないけどな。ってことは、この辺の海がそんな結構深いってこと。深い、どうなる。深い初代のお刺身あるで、めっちゃ刺身。飲みたくなんねん。もう一回聞いて帰んねん、さっきのね。あれだ、あの魚忘れられん。裏にあったやつな。ほんまに怖い。聞いたことない名前やったよ。海坊主。そうなんじゃない。海坊主なんかな、ケセラみたいな。ケセランパセラ。ケセランパセラ。そのメニュー載っとったら、ちょっと写真撮ってもらえ。お腹いっぱいになってきたかな。お腹いっぱいになってきた。ちょっと残ってる。まあ、りゅうちゃんが食べるけど。そう、肉じゃなくて。あの、目が点になって戻りません。ちょっと戻して。戻った。OK。戻ったよ。目が点になった。目が点になったらどっか行っちゃうから。あれ？ムーンってこれね、違うな。これ？マジやで。じゃあ、背びれが。あ、これだ、これ。戻った。目が手になりよった。編集できるかな。編集。全くかじゃなかった、りゅうちゃん。寝よう。寝ようか。りゅうちゃん、絶対帰りきつい。めっちゃ時間かかるもんな。花11分目ぐらいは食べとる。おい、食堂の辺まで来とる。ニコットでいくらって食ってみたいな。めっちゃヒゲにいっぱいついておかない。ほんまや。ヒゲ剃ってないからやろ。ちょっと止まっ、キラしたな。朝から心臓痛い。ダメ、ダメ、帰る。ダメ、帰る。ダメ、帰る。ちょっと3時間ぐらいおって晩飯不安。3時間おったら6時になるよ。これ今までの回線のナンバーワン。そんなんしない。うん、ナンバーワン、マジでナンバーワン。僕らこうやって持ちないんだよ。じゃあ、お酒。じゃあ、まだ音つけない。あ、まだなのか。まあ、いいじゃん。ごちそうさましてか。手合わせて。ごちそうさまでした。新海最高。ごちそうさまです。